30軒堀川は東京都中央区にかつて存在した河川である。江戸時代に作られた堀川で京橋川から汐留川まであり、幅が約30軒あったために30軒堀と呼ばれた。中央通りと昭和通りの間を流れていた。江戸名所図へ一貫三津橋30軒堀川は、慶長17年に江戸の船入堀を整備するために、 西国大名に工事を命じて改作された堀で、江戸前島の東の海岸線を利用して作られた。周辺には、周運の荷上町場として貸地があり、近年に至るまで物品を輸送する商船や、屋形船などで大変賑わっていたという。都市としての江戸の全体が描かれた最古の地図として、知られる、武州豊島郡江戸小図によると、 堀の東側には、尾張徳川家と紀伊徳川家の倉屋敷や、京国、加藤、松平といった大名屋敷が並んでいた。西と与玉菓子、東と与玉菓子があった。開作当時は、河川、桜川、京橋側の合流地点より分流しており、この地点は、河川が辻のようになっていた。この地点には、壇上橋、白尾橋、新福寺橋が、 この字にかけられており、その眺めは、江戸名所杖にも三つ橋として紹介されている。文政十一年には、両岸の貸地が広げられ、掘り幅は十九軒に狭められた。明治十七年時点で、新福寺橋、豊蔵橋、木の国橋、豊玉橋、朝日橋,橋、三原橋、小引橋、出雲橋などの橋が架けられていたが、1903年には分流地点が、 楓川、桜川の境界付近から京橋寄りに移され、元よりあった水路や白魚菓子は埋め立てられ、新福寺橋も廃橋となった。京橋側に T 字で合流するようになる。これは防御のために、鍵状になっていた水路を船のためにまっすぐに回収したものである。給水路上には京橋プラザなどが建つが痕跡は少ない。第二次大戦後、 東京の中心地である銀座に残された瓦礫処理を急ぐ用 g h q から東京都へ命令があり、都は手近な30軒掘りへの残土登記を決定した。1948年6月から埋め立てが始まり、1949年7月には埋め立てが完了し、水路としての30軒掘り川は完全に消滅した。水谷橋公園などに面影を残すほか、 水路跡に立った細長いビルなどが王子を忍んでいる。現在、東銀座にある晴海通りと昭和通りの交差点には、三原橋交差点という名前が付けられているが、三原橋はかつて30軒堀川に架けられていた橋である。実際の三原橋は、交差点から銀座三越よりの三原橋地下街の位置に存在していた。東京都電車の三原橋停留所があった。 京橋側より、ハット ABCD 中央区教育委員会、AB 特集、中央区の海岸線中央区立図書館、郷土室田より特集、続く中央区の橋中央区立京橋図書館、郷土室田より、ありがとうございます。